まず新約聖書テトス、テトスへの手紙1章の16節を読みます。13節から6節までをお読みします。よろしいですか。テトス、新約聖書348ページ。どうぞ。この言葉は当たっています。だから彼らを厳しく戒めて、信仰の健全に保たせ、ユダヤ人の作り話や、真理に背を向けている者の掟に心を奪われないようにさせなさい。清い人には全てが清いのです。だが汚れている者、信じない者には何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。こういう者たちは神を知っていると公言しながら、屋内ではそれを否定しているのです。嫌悪すべき人は人間で反抗できて、一切の良い技については失格者です。アメン。中6だけもう一度どうぞ。こういう者たちは神を知ってると公言していながら、行いではそれを否定しているのです。嫌悪すべき人間で反抗できて、一切の良い技については失格者です。はい、次、ヤコブの手紙2章の14から19までを読みます。新約聖書373ページで、373ページ新約聖書のヤコブ書の2章14から19までです。よろしいですか。どうぞ。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にもことがいているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。アーメン。祈りは、万軍の主なる神様、聖書はすべてあなたの皆を信じる者どもの正しい行い、正しい信仰生活、正しい信者としての行うべきところを
主の聖霊の感動 によって書かされたものである。主の皆を信じる者どもはこの聖書に書かされた主の真理の御言葉によってその信仰生活が正しく整えられ、天の御国を受け継ぐのにふさわしい確信に満ちた信仰生活ができるようになるべきです。今日この時間も主の真理の聖霊によって必ず悟り、必ず実行し、必ず主に認められる信仰を作り上げるために必要な言葉をしもべの口を通して分かりやすく教えてください。礼拝の質を主の聖霊に委ね、イエス・キリストの尊き皆によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。じゃあみんな一緒に、信仰は行いによって守られる。行いは御言葉を、あるいは御言葉、あるいは御心、御心を守ること、それから与えられた職分、務め、職分あるいは使命、まあこれは似たような言葉なんでしょう。使命を果たすこと、行いをもう少し具体的に言えば、主の御言葉や書かれてる聖書に書かれてる御言葉、あるいは聖書に文字としては書かれてないんですが主の御心があるわけで、その主の御心を具体的に行う、そういう行いによって信仰は守られます。さらに個人個人にしもべ、あるいはしもべじゃなくても信者の皆さんにも、職分、務めが、使命が、与えられますが、それを果たすことによって信仰は守られる、ということをまず頭に入れておく必要があります。今テトスの手紙の一章の16節で読んだように、口では神を信じていると公言、公に言い表しています。公にそのように人の前でも神を信じていると公に言っていますが、行いと生活においては神を信じている信仰そのものを自ら否定している、こういう人がいると言っています。そういう人々はどういう人だ？反抗できない人、忌まわしい人、そして全ての良い神の技においては失格者だ、神の良い技と関係のない人だ、神から神の良い技を分けていただけるようなことは何もしてない、神様と関係のない人だ、こういう意味です。分かりやすく言えば、テトス1の16節は何を分かりやすく言えば、口だけで信仰生活していると、そして言葉、心、私の心は神様は全部知ってます。ですから今日はこういうツボがあるし、今私の心はどうであるか神様はご存知だからと思ってやるべきことを平気でやらない、これは心と口だけで信仰生活している。意外とこういう神の立場から見れば、心は神がご存じだから、
すごい神様と何か深い交わりをしているかのような言い方な。自分の心は全部神様がご存知だと。神様の前で裸になっても、自分の心を全部さらけ出しても恥じることもない。全部自分をやるべきことはやってるというような、こういう深い交わりを神様と交わしているような、そういう言い方なんだけども、だから何にも霊を見分ける力がない信仰の弱い人が見れば、ああこの人はすごいな、神に認められて神様との心からの交流交わりができてる、すっごい交わりできてるような、そういう勘違いを起こし合いたいんだけども、本当は心だけあるいは口だけで信仰生活を済まそうとする人たちだ。警戒しなきゃいけませんよ。世の中は肉体を、肉体を豊かに満足させる世の中にだんだん流れていきます。これを発展だと言います。発展でも神様との関係においては発展はありません。発展はないんだよ。昔にあったそのものを今も行うべきだし、今までなかったことは新たに時代の発展とともに新たにやらなければならないことはまずないからですよ。太陽の下では新しいものはないの。今あるものは昔あったものであり、昔あったものは今もあるもの。すなわち神様との関係は陸大的な豊かさと関係なく、昔の人も今の人も時と場所が人が変わっても皆が守るべき、ただ真理がのみがあるわけですね。信じますか？しかし世の中は陸大的な豊かさを求めていってるから、昔も今も変わらない御言葉と御国の中心の信仰生活を唱えれば、陸大は単なる楽を求めていってる時代の流れと霊的な生活がだんだんずれてしまう。ずれてしまうから真理を守るべき教会で真理を守るのを妥協しまって、世の中の流れと妥協しちゃって、口だけで心だけでの信仰生活が許されているかのような教えが氾濫するようになってます。氾濫する。ハレルヤ。しかし聖書は永遠なる命の救いを得た人々が天に行くまで間違いなく正しくイエスの皆を生きた者の名を得ていながらも、サルデスの教会のように本当は実は死んでる者、イエスの皆を持っていながらも実は死んでる者が出てくるから、イエスの皆を受け入れた意味がない。そうなれば、だからイエスの皆を得たならば天の御国まで無事入って、初めてイエスの皆を信じた結果会があるわけですから、そこまで無事に行かなければ途中で押し流されたら終わりだから。ですから聖書は天の御国まで間違いなく入っていくために必要な注意警戒の言葉をこのように示しているわけなんですよ。ですから聖書の言葉の権威を、この真実さを、この意味の大きさ深さを我々はしみじみ、個人が個人として、牧師が変わりたくて牧師だけが霊的な地域に深くなっても意味がない。それは牧師個人にはいいかもしれませんが、それが皆さんのものにもなるべきです。アメン。一人一人が自分の、皆さんある意味では人生は短いようで時の流れが早く感じますが、ある意味ではまだ天に行くまで、私は結構そう思います、まだこの世で目を覚ましたのか、天に行くまでまだどれぐらい残ってるのか考えればすごい長い、すごい長い長い時は、この長い日々がまだまだたくさん待ってる中で、私たちはどこにも行けるの、どこにも行ける、
一応どんなことが起こるか全く分からない。大体皆さんも罪深く見てきた人は分かるでしょうけども、5年10年15年20年この時間の流れとともに本当にそこにいるべき人がいなくなったり、すごい変化がこの自然界だけじゃなくて、自然界はほぼ同じですよ。逆に人間の社会に変化がたくさん起こってる。人間の社会に。ですから最も我々は注意しなきゃいけない。信じますか？じゃあだから信仰を守るのは、私はイエス様を信じます、心が神様と通じ合っているかのようなそういう告白を人の前でするからじゃなくて、本当の意味で自分のための信仰を守りたいと思うならば、人の前ではどうでもいい、まず神の前で神の言葉をさ、神の心を、それから神から与えられたはずの職務を使命を果たすことを心がけて、それに間違いがないように頑張れ、頑張れば自分の信仰がまず守、そのそういう行いによって自分の信仰が守られる、こういう意味ですよ。祈りましょうと言えば、なんか牧師が教会の仕事を大きくするために皆さんのことを犠牲にして皆さんを強制して祈りに参加してもらいたいと思っているかのように、いろんな霊的な奉仕信仰においてやるべきことを牧師たちが呼びかけるときには、まるで教会のために犠牲しなさい、こうじゃありませんよ。それに参加したその人が自分のためになるから、自分のためになるから。ですからある人はいい加減に、ある人は一生懸命じゃなくて、やるならば信仰持ってならば、それぞれ個人個人が一生懸命やってほしいわけ。牧師の頭だけが、牧師の霊的な力だけが大きくなんじゃなくて、皆さん個人個人がそうなるべきで、個人個人が。ハレルヤ。なぜあなたは今信仰生活をこのように一生懸命やってるのと聞かれたら、天の御国の望み、なんで今やってる信仰生活が何を望んでるか、はっきりとそれが人にも答えができるような状態を作って信仰生活すべきだ。今日うちの教会何かあるから来いと言われたら来てますよ。今日特別仕事とか何かあるから、来いと言われたから行きますとか来てますとかじゃなくて、自分でそのためにアルバイト行く時には牧師が行けと言って、嫌なのに行きたくないのに牧師が行けと言ったから行った人いないです。一人もどっかの仕事場に行く時に行きたくないのに全然牧師が行けと言ったから行った人いない。自ら進んで行くわけです、自分のために。それと一緒、いや、それ一応言うと、それよりももっと熱い心で霊的なこういう生活に個人個人が自分のために励むべきだ。アメン。これは最終的に得るものはもっと比べができない桁違いの次元の違う世界の話まで手に入れるから、今日ある人がいまして、今日休もうと思ったんだけども、今やっと行きます、これから休もうと思ったら休んでもいいの。牧師のために来てくれるような、そういう、これを忘れて、職務を、使命を忘れて、でも可愛いから早く来てください。それでも来ないより来た方がいいから。いつ治る、こういう病気、風邪薬をたくさん飲めば治る。ハレルヤ。じゃあこの間、先週、おととい、先ほどとい、今週の父の日の礼拝終わって、ある信者が、いや、岩田さんがいましたよ。岩田さんは車椅子に今座ってます。右の方の足がもうほとんどないの。根元近くまで、これぐらいしか残ってない、全部切られたから。ここで私に言いましたよ。先生、私、病気して、足こうなって本当に良かったと思っています。私は、私は見た目ではいつも見てる、もう心痛いでしょ、彼の姿を見てれば心痛むのに、こっちも本人が先生足一本取られて良かったと思っています、もう一度は聞き直した。今何と言いました、
足一本取られて病気していてよかったと思います。なんでと聞いたら彼が言ってます。この足がこうなってからもっと神様の言葉に対して確信を持つようになった。確信を、神の言葉は必ず実現するものであると間違いないということに対する確信。それまではちょっといい加減なところがあったんだけど、こう足切られてからはっきり分かったんで、神の言葉は正確に明確にその言葉通りに実現するものだとはっきり分かるようになったから、自分が人にこの言葉を伝える時にももっと力が出てくると。で、自分がもっと確信に満ちてもっと力強く神の言葉を伝えると聞く人々ももっと心が打たれて寄ってくる人がさらに増えた。それで足切られて一本よかったと最近そう思ってるそうです。本人がそう言ってるから私は違うよと言っても仕方ない。本人がそう言って、本人が今日ヤコブ書の中4日で読んだでしょ。中級聖書には悪霊どもも神は唯一の神だ、お一人だろうと悪霊どももと信じて思えてる。信じて信じておのの言っている。これ皆さん、これ怖いことは怖いことは本当は恐ろしいことです。アレルヤ。世にあるクリスチャンたちがイエス様信じる信じる言ってんだけども、それぐらいの信仰は悪霊どもにもあるという。世にいるクリスチャンたちがイエス様を信じる、クリスチャンだけはイエス様を信じてるんだわけ。救いを得てない呪われてる悪霊どもも神は唯一の神である、イエスは神の聖者であると、悪霊どももそれぐらいは全部信じてるの。それでおののいてるの。イエスの皆を聞くだけでもおののいてる。違いはどこにありますか。クリスチャンとこの悪霊どもと違いはどこにありますか。信仰にありますか。いいえ、彼らも信じてる。いや、もっとはっきり信じてる。イエスの皆を聞いてもイエス様がこうおっしゃいましたと言ってもおののかない人いっぱいいるの、クリスチャンの中に。グッともしないでいっぱいの全然驚かない。いや、こうすればこう大変だよ後でと言っても平気で逃げる人いっぱいいるの。アップレードもはおののいてるに、神の言葉を聞いてもピクッともしないクリスチャンいっぱいいるの。なぜとこっちは信仰がいいですか、アップレードの方が。そうはいきませんよ。ただ違いはここにあります。彼らにはこのアップレードもには確かに神はお一人であり、イエスはキリストであるということを、これをもうはっきり信じて認める信仰は、悪霊どもの方がもっと正確であるかもしれませんよ。いい加減な信者より。しかし、いくらそう信じて、おののいていても、彼らにできないのは、彼らにはこの肉体がない、肉体。肉体がないから、行いを起こすことはできない。これが、彼らに永遠に永遠に彼らにはない、本当に彼らにはないチャンス、与えられてないチャンスが、肉体がないから。この肉体が足一本切られても、いや両方切られても肉体が残っているということは、これは最大のチャンス、最後のチャンス、これは最高の幸せであろうと信じる必要がありますよ。アーメン。まだ陸大の中にいる限り、いくらでも悔い改めもできるし、行いを起こして御言葉、御心、職分、使命を果たすこともできるんだけども、陸大がいざある瞬間になくなってしまえば、もう分かっておのの言っていながらももうダメだ。ですから陸大の一部でも今持っているのが祝福ですよ。信じますか。アーメン。神様は私の気持ち分かってます、心分かってます、今の立場分かってます。
そんなことどうでもいい。それよりは悪霊たちはもっと信仰の告白を熱くできる、正しくできる。彼らは霊を、神を知る知識はもうバッチリなの。なんでそこへ行ってるから、霊の世界へ行ってるから。普通の人々は占い師よりも、普通の信者たちも普通の人々も占い師よりも霊的な知識がないでしょ。それで占い師にこう聞くでしょ。なんで占い師は悪霊の力を借りて占うから。悪霊は霊の世界にいるから、肉体の目を持っている人よりもっと霊の世界のことが分かってるの。それで悪霊に取り憑かれて占いができるわけですよ。ですから普通の信者、普通の人間だったら、占い師が語る悪霊のささやきよりも霊的な知識がないわけですよ。知識から言えばまだ。しかし彼らにはチャンスがないのは、体がないから、肉体がないからですよ。みんな一緒に、肉体は唯一のチャンスであります。最後のチャンスだ。アメン。肉体が今ある人はまだまだ間に合うの。でも肉体を去ればもう終わりなの。終わり。終わり。さあ、愛してあげて、撫でてあげて、頭から顔も。さあ、この体よ、ありがとう。感謝。はいはい。私の肉体よ、ありがとう、ありがとう。そう、いつも顔見て、鏡見て、ね、かっかりしないで。愛してあげてよ。鏡映してみていつもかっかりするでしょ。私も一緒。でもこんなこと見れば、体の半分でもあるのが感謝です。感謝。よろしいですか、うん、まだまだ体の中にいられるのが祝福なの、うん、何でもできるから。しかし体を離ればもう何にも自分の意思によってはできなくなるの。体を離れる瞬間、自分の意思はもう没収される。何にもできないの。それまでの信仰の結果として、ある人は天に、ある人は裁きの場所へ投げ込まれる。もう自分の意思では何にもできない。そうなれば。ですから皆さん、何年か前にもある人々が、一人二人じゃなくて多いの、そういう人が。ある人が亡くなった時に、救いに至ってるか至ってないか、その時人々はこう言ってましたよ。私がこの人は救いに至ってないという神の霊の声を聞いて、それを宣言した時に多くの人が反発した。なぜ？この人は教会の羊だったでしょう。教会の羊だったからもう救われているというような結論。まだこれも肌から見れば、霊的な知識関係なく、うん、そういうの関係ない人から見れば、羊だったから、教会に勤めて教会の羊だったから、教会で職務を与えられて、そういう職務を持っていた人間だから、当然救われたと、当然疑いなく救われたと信じるのは素晴らしいこと、あるいはそう思う人が素晴らしい信仰のように見えるんだけども、霊を見分ける知識は全くないから、そういうことが言えるわけです。霊の目が見えない。霊的にはもう盲人と一緒なの。盲人と一緒。聞き耳も持ってないし、見る目も持ってない。霊的には羊じゃなくても、たとえそのある人が牧師だったと、いや80年間牧師やったとしましても、下手すれば救いに至らず、救いに至らず陸大を去る恐れはいくらでもあることを、皆さんだけははっきり悟って信じて、いい加減な知識に惑わされて、人にも間違って伝えたり、自分も間違った知識を持って滅んだりするようなことはないように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アーメン。こういう話が間違っているんだったら、聖書はこれ意味がない。聖書は読む意味がない。聖書にある言葉をわざと否認する人がいるの。なぜ？感覚的に心に傷つくのを先に恐れて、霊的に永遠に傷ついてしまうのは考えないタイプだから。こういう信仰を根本主義信仰だと言います。
信本、神中心の信仰、神の目線から判断する信仰、霊的な信仰じゃないと、この世の今の世の中生きる人々はすごいおいしい話だ。でも皆さんだけはきちんと神を知る霊的な知識を身につける必要があります。アメン。羊だったから、そういう職分を持っていたから、当然救われていると、そういう言いかけは通用できませんから。アメン。牧師であろう、羊であろう、伝道師であろう、一般信者であろう、神の前で守るべき、行うべき、こういう御言葉、御心、職分、使命などがあるわけです。それをきちんとやったときに、で神にある程度まで行けば認められる、線があるのは認められる部分がある。そこまで行った人が救われる。じゃあダニエル書の5章、旧約聖書ダニエル5章24から8までを読みます。旧約聖書1242ページ。じゃあ勉強ですから、みんな開くように頑張ります。旧約聖書の1242ページ、ダニエル書の5章。24から8までを読みます。いいですか。どうぞ。そのために神はあの手を使わして文字を書かせたのです。さて書かれた文字はこうです。メネメネテケル、そしてパルシ、意味はこうです。メネは数えられることであって、すなわち神はあなたの知性を数えてそれを終わらせられたのです。テケルは量を測ることで、すなわちあなたは計りにかけられて不足と見られました。パルシンは分けるということであって、すなわちあなたの王国は二分され、メディアとペルシアに与えられるのです。こうありますね、これはベルサッチャルという、ペルシア王様にの知性を神様が計りにかけて測ったら不足となった。不足と神の前で見られてしまって、彼の王国は奪い取られて二分されて、他の人々に、彼に預けられていた国が他の国々に分けて与えられるんだ。じゃあマタイの福音書25章、マタイ25章14から30までを読みます。新約聖書43ページ新約聖書43ページマタイ5章の2マタイ25章の14から30までを読みます。よろしいですか。じゃあそれではどうぞ。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5ダラントン、一人には2ダラントン、もう一人には1ダラントンを預けて旅に出かけた。早速5ダラントン預かった者は出て行き、それで商売をして他に5ダラントンを設けた。同じように2ダラントン預かった者も他に2ダラントンを設けた。しかし1ダラントン預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。さてかなり日が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算を始めた。まず5ダラントン預かった者が進み出て、他の5ダラントンを差し出していった。ご主人様、
コタラントンをお預けになりましたが、ご覧ください。ご覧なさい。ください。他にコタラントンを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に、リタラントの預かったものも進み出ていった。ご主人様、リタラントのお預けになりましたか？ご覧ください。他にリタラントを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、一タラントの預かったものも進み出ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけていって、あなたのタラントを木の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきだった。そうしておけば帰ってきたとき、利息付きで返してもらえたのに、さあ、そのタラントをこの男から取り上げて、10タラント持っているものに与えよう。誰でも持っているものは、人はさらに与えられて豊かになるが、持ってない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。アメン。怠け者の悪いしもべと判明しまして、外に投げ出されて、そこで暗いところで泣きわめきながら歯ぎしりをするように罰を受けるしもべは、一ダラントンあっちか預かってなかったからでなくて、全然預かったものから増やそうとしなかった、怠けるところに、怠けるところにそのしもべの悪さ、罪が発覚したわけです。アメン。神様は小さいもの、弱いものは、責められません。ただ小さくてもいいし弱くてもいい。ただ果たすもの、尽くすものを愛されるわけです。コダラントン預けたものがコダラントン儲けたから、あるいはニダラントン預けたものがニダラントン儲けたからじゃなくて、コダラントンが1ダラントンより、ニダラントンが1ダラントンより多いからじゃない。それぞれ与えたもの、1ダラントン、ニダラントン、コダラントンのその多さと大きさの比較は全然なされてないね。それは関係ないの。たとえ2分の1ダラントンでもいいの。増やしたならばそれでいいの。10分の1のタラントしか預けてなくても、増やしたならば忠実で良いしもべだと喜んでもらえるの。しかし怠け者のしもべだったから悪いしもべだと言われたんですよ。それが問題なの。じゃあ、エレミア書48、エレミア書48、神様が小さい弱い、小さいもの弱いものは憐れんでございますが、怠けるものは憐れんでくださいません。怠けるものは神様が大嫌い。アレルヤ、大嫌いですよ、大嫌い。怠けるものは、エレミア書48の10節、旧約聖書1128ページ、よろしいですか。どうぞ。主が課せられたつどめをおろそかにする者は呪われよ。主の剣をとがめて、主の剣をとどめて、流血を避ける者は呪われよ。まあ、2つの文章になってますね。主が課せられた務め、すなわち職分、使命をおろそかにする者、怠ける者は呪われよ。それから主の剣をとどめて流血を避ける者は
どろわれよ。これはちょっと難しいんですが、何を意味してますか。知ってるのであげて。さあ、後ろの文章の意味は分かりますか。後ろの文章の意味は分かります。ちょっと難しいかもしれません。よく聞いてください。主の剣をとどめて流血を避ける者は呪われよう。主の剣は主の裁きのことで、裁き、主の裁き、主の裁き、主の裁きをと止めて、主の裁きのゆえに血を流すようなことがないように、そういうことがあっちゃいけないと思って、それを避けようとする人々は呪われよう。すなわち主の裁きは避けられないものだ。避けようとするものはさらに呪われるものだ。こういう厳しい、主の裁きは必ず誰も止められないものだ。こういう意味なんです。アーメン、ですから神様を嫌うのは、嫌うのは小さいもの、弱いものだ、こう怠けるものなんだ。怠けるもの、怠けるものを神様は嫌われるわけです。問題は一段との預かっても怠けて、それを増やそうとしなかったものは怠け者の悪いしもべだと言われて、門の外に引きずり出されて、そこの暗闇の中で歯ぎしりをしながら泣きわめくことになると神様が言った時に、多くの人々はこういう言葉をそのまま伝えたら人々は傷つくから、心にそれをなだめるために外の暗闇に歯ぎしりをするところに追い出されても、そこは地獄じゃないと言ってます。地獄じゃないと。結構すごい名前を言えばすぐ分かるような教会の大きくポッカーやってる方もこういう話を知ってるわけで、ここはポッカー、地獄じゃないと。しかしはっきり言いますよ、いくら牧師でも、まだ大きな牧師でも、主の御言葉を曲げるとそれもまだ裁きの対象になり、喜びの対象にはならないことを皆さんははっきり信じまして、御言葉に基づいて神の声を聞き分ける霊的な人になりますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アーメン。誰がどんな本を書いても、ここで外に、外の暗いところへ追い出されて、そこで歯ぎしりをしながら泣くことがある、その外、その暗闇、その歯ぎしりをする場所が地獄を意味しているのではないと言っている人々たくさんいますよ。たくさん。そんな話に騙されないで、正しく言葉を守ることによって自分の信仰を守る人になりますように、主の皆で祝福いたします。啓示録の22章、ですから安心させられるね、余計な約束にもない言葉によって安心させられて、いい加減に生きてはついには呪われてもどうでもいいというふうに、それは福音じゃないの。福音は必ず天の御国に入れるようになるのが福音なの。信じて途中で投げられるんだったら信じる必要ないで、最初から。啓示録の一番最後の本である啓示録の22章の15節だけで、こういう言葉を目の前に示したら、あ、知らなかったとか、こういう言葉聖書にあったのとか、それは口実になりませんか。口実にいいですか。啓示録22の15節、じゃあみんな読んでください。どうぞ。犬のようなもの、魔術を使うもの、みだらなことをするもの、人を殺すもの、空造を拝むもの、すべて偽りを好み、まだ行うものは琵琶湖の中、外にいることになる。琵琶湖の外。じゃあ今皆さん琵琶湖の外と言った時に、琵琶湖の外にいることになる人たちが救われた人ですか、救いに至ってない人たちですか。
今読んだでしょ。こういう人々が救われます。救いに至ってない人たちで、琵琶湖の外というのは、天国の外というのは地獄以外に他にありますか。あり。じゃあ、マタイ22-13、マタイ22-13、ここには、礼服を着てるものと着てないものが出てきますか。中2節と中3節を読みます。マタイ22-12-3、どうぞ。王は友よ、通して礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。選ばれずに捨てられる人もいるという意味です。選ばれずに捨てられる人。この礼服のことは何を意味してますか。イエス様は信じない、信じない、あ、信じる信じると言って、信じなさい信じなさい、それで、はい信じます信じますと言って、招かれて教会に来る人は多いの。でも最終的に選ばれる人、そのうち礼服を着て主イエスの前に立つ者は少ない。この礼服とは何ですか。啓示録の中9節、後ろの啓示録、先ほどの少し手前の啓示録中9章の8節を読みます。よろしいですか。礼服は何を意味してますか。啓示録中9章の8節、新約聖書419ページ、どうぞ。花嫁は輝く清い朝の衣を着せられた。この朝の衣とは何ですか。聖なる者たちの正しい行いである。アメン。正しい行いによって信仰が認められたものが礼服、朝の衣が着せられます。よろしいですか。ですから信仰は信じます信じますとか心と口だけじゃなくて、行いに、正しい行いによって神の前で着るべき朝の衣を着せてもらうまで、認められるまで信仰生活をそういう水準にまで持っていかないといけない、持っていかないと。アメン。朝の衣を、正しい信者としての正しい行いによって認められて、朝の衣を着せてもらって、その礼服を着せてもらって神の前に進み出る人に、そういう信仰の水準までならないと、結局は招かれててもまた選ばれない、最終的に選ばれないという。で、選ばれなかった人々が門の外に放り引きずり出されて、そこでその暗闇の中で歯ぎしりをしながら泣きわめくようになるだろうと。救いに至ってない人々が投げ出されるところが暗闇ですよ。天国はいくら天国は片隅であっても暗いところはないの。まず歯ぎしりするとか天国には永遠にないの。涙するとこもないの。天国は嬉しき涙があっても、悲しくて歯ぎしりをしながら泣く場所は天国にはこれほどもないの。これほども信じますように。アメン。天国はまだ暗いところはないですよ。暗い、全部明るいの。子羊の誰、イエス・キリストの美座から神の栄光と命の光が天皇御国の隅々までを全部照らして、こういう作られた太陽と月とか星とか、こういう作られた天球の光じゃなくて、神の御座から神の栄光と命の光が全部天国の隅々まで照らされるから、太陽より明るい、太陽より明るい光が神の御座から発せられますよ。ですからまず暗いところは天国の中には存在しないんです。アメン。それではマタイ13-42、
マタイ13の42。マタイ13の42。この言葉をもって外の暗いところに追い出されて激しいようにしながら泣くどころが火の中であることが分かります。マタイ13の42によって、これでも弁明する人がいれば、まあ、行きたいところへ行くように放っとくしかない。マタイ13の42、これは新約聖書22ページです。よろしいですか。どうぞ。燃え盛る炉の中に投げ込ませるものである、せるのである。彼らはそこで泣きわめいて激しりするだろう。アメン。追い出されて投げ込まれて激しりをしながら泣きわめくこの人たちが行くところは燃え盛る炉の中、燃え盛る火の中で、火の燃える炉の中。よろしいですか。ですから、もちろん皆さんはこういうところには行かないために今頑張っているでしょうけれども、言葉を、こういう言葉を認めないで、まだ知らないで、職分を果たさなくても、使命を果たさなくても、御言葉を守らなくても、御心を行わなくてもいいと、行いによって信仰が守られ完成されることを否定している人々が、否認している人々が、口と心だけで間に合っていると思っている人々がたくさんこの世に今いるから、そういう群れに騙されて自分の霊魂を奪い取られるようなことがまずあってはいけないし、皆さんと私に出会う人々がまだそのように愚かにもイエス様を皆を信じていると心で思っていながら、口では公言、公に人の前でもそうクリスチャンだと言っていながらも、さらに行いによっては神を否認する、それで神の前で今は忌み嫌われる、神の前で反逆を行う者、失格者となってはならないわけですよ。アメン。何年か前に神様がある教会を畳む時に、今日のマタイの25章の、言葉、マタイ25章の29節の言葉を与えてくださったんですよ。今この時間もあるものはさらに豊かになり、あるものは裁かれつつあることを決して忘れてはなりませんよ。皆さんが神の聖霊と普通に交わりを持つような生活をするようになれば、こういう言葉が実現するのを皆さんの耳にも聞こえてくるし、目にも見えてくる。当たり前な、当たり前。じゃあマタイ25の29だけ読んでみます。もう一度どうぞ。誰でも持ってる人はさらに与えられて、さらに豊かになり、持ってない人は持ってるものまでも取り上げられる。これ何ですか。持ってないものは怠け者の悪いしもべ。アメン。すなわち言い換えれば、行いによって御言葉や御心を行わないもの、それで与えられた職分や務めを、使命を果たさないものである。それは持ってないもの、それは取り上げられるの、そのままいちいちまでも放っとかないの、途中で清算するの。神様が途中で清算するとの言葉はルカの福音書の13章の6節から9節の間によく出ています。1回2回1年2年3年待ってくださるの。それでも身を結ばないと斧で根元から木を切り落とそうとする。もう待ってられない、チャンス、これが最後だと。そういう時に通せばいいのか。もし悔い改めて、早く肉体があるうちに早く悔い改めて、もう一回チャンスをください、もう一回チャンスをください。そうすれば必ず身を結びますからと。こういう生活が欲しいの。じゃあ大事なとこだから最後に読んで終わります。ルカ13章新約聖書117ページです。
ルカ福音書のルカの13の6から9までいいですか。どうぞ。そしてイエスは次のように例えを話された。ある人が葡萄園にイチジクの木を植えた時、植えておき実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年も間このイチジクの木に実を探しに来てるのに見つけたためしかない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。アメン。こういうふうに、私たちが目を覚ましていながら神様との間で今と自分の信仰生活が、自分の信仰による行いが神の前でどのように生産されているのか、計りにかけて不足を見せているのか、あるいは間に合っているのかを点検しながら信仰生活をすべきですよ。点検しながら自分の行いが不足と見えた場合はもう一度チャンスをくださいと悔い改めるべきだ。アメン。それでもう一回チャンスをくだされば挽回しますからと。これで自分を守るとはできるんだけども、ある人は自分に最後のチャンスが来てもそれが最後だと気がつかないまま滅んでしまう人がたくさんいるから。神様はたくさん見せておるはずの教会もしもべも信者もたくさん、それで最後のチャンスを失っていく人々をたくさん見せておる。ですからこういう言葉を読んで聞いて聞かぬふり、読んで読まぬふりをする人は、皆さんだけは読んでは聞いては一生懸命こういう言葉を持って自分の人生が間違いのないように、頑張る必要があります。一番安全な方法を最後に読んで終わりましょう。マタイ22章一番安全な信仰生活をするにはどうすればいいですか。自分で生産ができますね。マタイ22、マタイ22の34から40まで読みます。じゃあよろしいですか。このようにすれば一番安全です。もう安全であって確信を持てて、一応どこで何をやっても確信に満たされて、ハレルヤ主の皆を本当に賛美ができて、根拠のない賛美であって根拠のある祝福を望むことができますね。パリマタイ22の34から40までどうぞ。パリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。大きな声で心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。アメン。主イエスキリストは私たちを救うために命の血潮の最後の一滴も一滴も体内に残さずに全部絞って流してくださり、その後体内の水までも水までも流してくださる。信じますか。そのように我々を尽くして愛したの 神であるイエス様は。ですから私たちも神を愛するときに尽くすべきです。尽くす、尽くせば間違いない。尽くして精神があれば精神を、思いがあれば思いを、力があれば力を、命があれば命を、肉体のまで尽くして愛すれば、それで主に従えばまず間違いない、安全なの。ただ尽くした人は認められます、喜ばれます。そうするとさらに与えられます。さらにどのように豊かに与えられます。いつどこで、この世で。まずなぜ明かすために、御言葉が本当だ、信じ者に成就する神の話だと明かすために、まずこの世で祝福を受けるようになり、
後には天の御国で無限に王座について楽しむようになろうと信じますように。ですから聖書はマタイのヤコブの1の22で言ってますね。こういう言葉を聞いて行う人は自分を愛するだけども、こういう言葉を聞いて行わない者は自分の人生を欺く人だ。自分の人生を欺く。なぜ？行うとその通りに祝福を受けるんだけど、行わないと来るべき祝福が来ない。自分に来る祝福を、自分の祝福を自分で詐欺師のように欺くことになると。聖書の言葉はあんまりにも明確で、明確。ハレルヤ。アメン。それでは378番を心から賛美しながら、主に用意した捧げ物をさせる時間を持ちます。